江戸橋駅は三重県津市城浜町三丁目にある近畿日本鉄道名古屋線の駅である。三重大学前の副駅名がある。駅番号は E38。もともと当駅は四日市津間の諸集落を結ぶために設立された伊勢鉄道が高田本山津市間を開業させた際、その一中間駅として設置されたものであった。この時は、 現在地より100メートル南方に設けられ、単式ホーム1本を有するだけの小駅であった。その後、伊勢鉄道を改め伊勢電気鉄道は、大神宮前駅までの路線の建設による被害と昭和強行による乗客低迷で苦境に陥り、1936年に現在の近鉄の直径母体である三宮急行電鉄に合併される。これに伴い、伊勢電気鉄道の路線は、 同社の名古屋伊勢本線となったが、この段階では、接続駅はまだ設けられず、三急津線の津駅と三急伊勢線の伊勢電津駅の間を徒歩で乗り換えることとしていた。だが三急が伊勢電の保有していた免許、路盤を活用し、関西急行電鉄を設立して1938年に、桑名名古屋間の路線を完成させると、津線と名古屋伊勢本線間で、 乗り換えの需要が高まるため、線を江戸橋駅まで乗り入れさせることにした。これに伴い江戸橋駅は、両線の接続駅としての使命を帯びるようになり、赤急な小屋台大神宮前間の列車と、上本町東駅間の特急電車が、日に往復接続を行って、名阪間の新ルートを形成した。ただし、 津線は 1435mm、名古屋伊勢本線は 1067mm と期間が異なっており、直通運転は不可能であった。そのため3級では、接続駅を3級本線から津線が分岐する3級中川駅に改めることにし、同年末に津、中川間を 1067mm に改め期した。 関西急行鉄道発足後の路線名整理で、支線及び東駅北の名古屋伊勢本線が統合されて名古屋線となり、東駅以南は伊勢線として分割された。盲町線と化した伊勢線は衰退の一途をたどり、戦後の1961年には全線が廃線、江戸橋駅の乗り換え駅としての機能は失われた。プラットフォーム島式ホームに目見温泉を持つ、 対比可能な地上駅。東側南端に駅舎があり、各ホームとは、構内踏切で連絡している。踏切による、構内移動でかつ、踏切からホームへはスロープになっているため車椅子での移動は容易である。内側2線が、主本線、外側2線が、対比線である。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り、 三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。江戸橋駅の利用状況の変遷を可表に示す。ありがとうございます。